様こんばんは。ゲミュートリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。今日は台風も近づいていて、本当に強い雨がね、時折ザーッと降ってきていますが、皆様のところいかがでしょうか。今週は大きな地震が北海道であったり、なんだか毎回こうしてお話をするはじめに、ご機嫌いかがですかという気持ちで、語り始めると、穏やかに全く何もいい習慣ですねというような日がないのは、なんとも心苦しい気持ちがします。それが自然で、それが当たり前のことなのかもしれませんが、なんだかいつか、穏やかな1週間でしたね、皆様お元気でお過ごしですかと言えるような日が あるといいなと思っています。まだね、本格的な台風の近づきは明日ということですので、十分に備えて、どうぞお気をつけてお過ごしください。先日ちょっと3日ほど浅草にお泊まりをしてきました。近いところでありながら、なかなかいつでも行けるわという距離だったりするので、しっかりこう散策をすることがなかったんですけれども、とってもリフレッシュした3日間でした。コロナもあって、本当に遠出というのはもうここずっとしていないんですけれども、行きたいなと思っていたスカイツリーとか、私は以前にもお話したように生き物が大好きなので、絶対隅田の水族館行くんだと思って、家族で予約をして、行ってまいりましたが、なんと幸せな時間だったんだろうと今懐かしく思っています。今日はそんな、浅草そして押上での、数日のお話させていただこうかと思います。やっぱりものすごい暑さだったんですけれども、まだ観光客の方も少なくて、特に以前ちょっと行った時にはもう外国の、ね、方がたくさん、いらして、仲見世通りを歩く時にはもう主人のね、後ろ姿を見失うまいとすることが大変だったほど混んでいたのをもう覚えているんですが、今回はそうやって肩を触れ合うこともないくらいの、お客さんたちの中をゆっくりと歩くことができました。駅から地上に出て、でちょっとワクワクしながら角を曲がったところに雷門の大きな提灯が見えると、やっぱりワクワクしますね。わー、来た来たっていう感じで、一生懸命こう自撮りですか、一生懸命家族で入るようにと思って写真撮ったりしても、私はなかなか上手じゃなくって、みんなが入らない、誰かが顔が欠けちゃったりしながら、でも本当におのぼりさんみたいな感じで、ワクワクと子供のようにはしゃぎながら、参道を歩きました。今まであまりゆっくり見たことのなかった提灯の下から覗いた立派な竜の彫り物とか、みんなが歩いていくのを待ってと思いながら、写真を撮ったりして、出かけていきました。浅草寺の、ね、周りにはもうその浅草寺という大きな、こう本当に懐の大きな、なんて言うんでしょう、雰囲気があって、こうどっしりと構えられたところにこう包まれていくような、なんともすがすがしくも安心感のをもいただける、そんな佇まいの中で心を静かにして、日頃の感謝とかそういう思いが自然に出てきて、ついついお願い事ばっかりする、手を合わせるとお願い事ばっかりがこう出てくるのに、本当になんだかこうありがとうございますっていう気持ちが次から次へと出てきて、でも最後にちょっとだけお願いをしてお参りしてきましたけれども、美しい建物、そしてこう大都会の中で上を見上げると広い空があって、そして
今まであまり気づいていなかった小さな周りにたくさんの祠でいろいろな、神様たちがこういらして、こっそりといろいろなところに住まっていらっしゃるような感じがして、それぞれにちょこっとずつ手を合わせて、朝の早い時間にはもう一度、境内をゆっくりお散歩したんですね、朝食の前に。そうするとお仕事に行かれる前の方たちが、地元の方たちがそうしたところに通り過ぎるごとに小さく手を合わされて通り過ぎて行かれる姿が、ああ日常なんだ、なんて素敵なんだろう、ここはその観光客が多くいるからどうしても観光地のイメージがあるけれども、ああ地元にの方々が本当に心の拠り所にして、感謝や祈りやいろいろなものをいつもここに語りに来てらっしゃるんだなというのが、とても温かい気持ちにさせられました。夕方は夕方でね、やっぱり帰ってくる道すがら、お買い物のものを持たれた方とかが両手にこう手作業をつぶして、で小さく手を合わされていて、なんともいいものを見せていただいた、そんな感じがしました。そう、宿泊したホテルからがスカイツリーがね、お部屋からドーンって見えるところだったので、まず最初にお部屋からのそのスカイツリーにわーってワクワクドキドキして、で隅田の水族館と一緒に予約をしましたので、次の日に行くのは楽しみにしながら見ていたんですけど、やっぱり大きな建造物ですね。すごいなと思いました。で以前ね訪ねた時には、実はもう本当に足元だけって、その上は全部雲の中っていうようなとんでもない荒れ模様の日だったんです。なので上に上がることもできず、そもそもまだできたばかりで予約もできなかったような状態だった、大変なにぎわいだった頃ですね。で、しかもそんな雨だったので当日券を買うこともなく、下から雲の上だと思って眺めましたが、今回はお天気に恵まれたので、次の日にまず炎天下の中を体のためにも歩こうよと言って2キロちょっとですか、一生懸命歩いていきました。暑かったです。あの日はシーズンで、真夏日を記録、東京が真夏日最高日数を記録した日だったので本当に暑かったです。でも風はね、とっても強く吹いていたので、一本日傘を壊しましたが、頑張って歩いてきました。足元に近づくと本当にその大きさと力強さ、人がこれを作ったんだということをパーンと感じるようなものを真上見上げて、そして一番上の方まで、エレベーターでね、ものすごい速さでしたね。びっくりしました。話に聞いていたけれども、あれは一体何だと、耳抜きを一生懸命何回かしながら、で私実はもうここ何年も、めまい症に苦しんでいたんですけれども、だいぶめまい症が良くなっていて、一時はねエレベーターに乗ることも、大変、階段の上り下りも大変みたいな時期を過ごして、治ったと思った時にめまいで階段から落っこちちゃって、大変だったみたいなことがあったので、そんな時にはもうただただエレベーターは怖いものだったけれども、おかげさまで、だいぶ良くなったこともあって、上まで行くことができました。
綺麗なねエレベーターの中、内装も美しくて、行きと帰りで違う、ね、ドキリコをイメージしたものと、片方は彫り物のエレベーターで、それも感動しましたし、日本人の感性やっぱすごいよなって、ああいう近代的なものにおいても上手に融合させて、本当にすごいなって思いました。で、上までついて、見渡す限りの関東平野を眺め、上から浅草寺境内も眺め、あっちがあれだ、こっちがこれだ、若い頃に成田空港から、ウィーンにね40年前に行った成田空港に向かう時、父が車で乗せてくれた、首都高はあそこだ、あそこからああいう風に行ったんだみたいな、もういろんな思い出が、本当に頭の中を駆け巡りました。で、さらに一番上の展望台の方ではもうね、斜めにこうくるぐるっと回るので、それこそ、めまいを起こし、半分を起こしながら、うわ怖い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 と、イベントで、アニメ漫画かなのキャラクターがこう、ガラス窓にペタペタとシールが貼られていたんですが、一体誰がどうやってあそこにシールを貼ったんだって考えただけで、もうムズムズするような思いも経験しました。全部がなんだかもう本当に子供のようにはしゃいでしまったほどの大経験でしたね。そしてその後、水族館に行って、水族館はさすがに夏休みでしたので、お子様連れの家族が大勢いらしていて、もうその声も本当に何とも言えず可愛らしくって、一緒にワクワクさせてもらいました。あ、うわーペンギンさんだーとかね、クラゲいっぱいきれいとか、うわーエイ大きいとか、もうその曲がってで、子供の目線でパッと見た時の感動って、きっときっとすごいんだろうなっていう声が飛び交っていて、もう本当にマスクの下で笑顔が絶えませんでした。もちろん自分自身もペンギン一人で寝てるわ、こっくりこっくりしてるわと思いながらずっと、ペンギン水槽を眺めたり、美しいクラゲを眺めたり、なんともいい時間でした。そう、やっぱりリフレッシュ必要なんだなって思いました。そして初めての経験として、私ね、ずっと子供の時に父が落語が好きでしたので、車の中で、父が仕事を終わらせるまでちょっと車で待っててって言って、車の中ではよく NHK のラジオとか、あるいはカセットだったんでしょうかね、落語を聞いていた記憶って結構深くあるんです。で、大人になったり結婚してからも、主人もね落語が好きだったので、古典落語の CD のセットなんか購入してCD でよく聞きました。今もね聞いたりするんですが、でも実際に寄席に行って聞くということがなかったんです。で、夜道を浅草寺もう一度見ながら歩いた時に、娘がひょっくりもうパッと入って寄席見ていこうよって背中を押してくれたので、浅草の演芸ホールに行って、寄席を見てきました。入り口のねお兄さんがすんごく親切で、もうちょっとすると夜の割引になりますよ、中でねジュース買ったりするよりも、あそこのコンビニで買った方が早いから、飲み物今中で飲むの OK になってるんで、コンビニ寄って飲み物でも食べ物でもちょっと買ってきて
くださいよ、そのうちに安くなりますからって教えてくださって、おお江戸くなって思いながらいい気持ちで、入らせていただいて、講談や、落語、それからコントですか、お笑いのコントとかいろんなものをね、もう本当に楽しく大声上げて笑いながら見せ楽しませていただきました。あ、地元の人がね、お目当ての方を聞いたらスルッと、もうそれを聞かれたらね、おひねりっていうんでしょうか、あれ渡されて、花束とか渡されて、でひょいっとお帰りになっていく姿とかを、おこういうもんなのかって本当に初体験、大変楽しませていただきました。そしてホテルに戻って、イルミネーションに輝く、あのライトアップされた浅草寺の上に輝くあのスカイツリーをただただ眺めて夜を過ごしました。後で次の日の朝に、あの娘がね、ちょっと心配したような声で、ママ大丈夫だったって、なんかね、あの窓の向こう背中を向けてたママが、なんか何か思い詰めてるんじゃないかと思ってちょっと心配だったんだけどっていうので、いやね、頭からっぽだった、ただただ眺めてたの、もう本当に静かで幸せな時間だったって言ったら、あーよかった、ほっとする、それはよかったって言って家族がみんなほっとしてくれましたが、あそこまで頭をね空っぽにして、綺麗だな綺麗だなって過ごした何時間って本当なかったなっていうくらいに、あの幸せな時間を過ごさせてもらいました。今日は私のもうただただ幸せなリフレッシュタイムの3日間、皆様にお伝えさせていただきました。皆様どんな夏お過ごしですか？そうコメントにね、もしよろしければ、あのお答えできるか分かんないけど、バイオリンのことでもいいですし、質問なんか、それから皆様のあのお気持ち、お過ごしになっていらっしゃることとか、本当ツビって言うんで、ドイツ語ではあのツイッターのことでしょうかね、あのつぶやい、あの小鳥たちがさえずることとかもツビチューンって言うんですが、あのそうチュンチュンチュンっていう感じですかね、あのつぶやいていただいても構いません。ぜひ、一言お聞かせいただければ私も幸せをいただけるかなと思います。あ、そうだ、お知らせです。今年はあの去年コロナでできなかったリサイタルを頑張って、開催させていただきます。ムズイクフロインデの主催です。12月3日土曜日夜、7時開演となります。でその、場所を言わなくちゃいけないですね。今までここずっと、やらせていただいております横浜みなとみらいホールのショーホール、ここが、リニューアルオープンが間もなくです。で12月は新しいところでやらせていただきます。もうすでにチケットピアで、情報公開されておりまして、同時にチケットも販売が開始されましたので、よろしかったら、サイトを覗いてみてください。こちらの概要欄にもあの載せするか、娘にいつもね手伝ってもらっているので載せさせていただこうと思います。よろしければカレンダーにチェックいただいて、演奏会来てくださったら大変嬉しく思います。こんな時ですので、皆さん来てくださいとはどうしても言えませんけれども、お心に留めていただければ嬉しく思います。それでは皆様、噛んじゃった落語家さんも噛んでたから許してください。もう一度、それでは皆様、また来週、阿部敦子のゲミュートリヒにつれつれトークでした。